木造魅力菩薩藩画像を収める図紙の観音開き、扉観音開きは、両開きの一種で、2枚のと、またはそれに類似したものが、それぞれ左右の端部を軸に、中央から左右に回転する開き方である。また、そのような方法で開閉する、扉等も指す。観音菩薩像を収めた図紙の多くが、このような形の扉を持っていることに由来する、故障である。扉の場合、 一組の開き度が左右の戸枠に設けられた蝶通外を軸として中央からそれぞれ逆方向に回転して開閉する。片開き扉と比べて幅の広い開口を得ることができるため店舗などの人の出入りが激しい場所や大型の荷物の搬入が必要な場所などで用いられる。また同じ大きさの開口に用いる場合には片開き扉と比べて 1> と一枚あたりの開閉面積を小さくすることができるため狭い場所にも有効である。この開き方をするガラス窓で床面まであり扉の役割も果たすものをフランス窓、フランス扉、フレンチウィンドウ、フレンチドアとも呼びバルコニーやテラスへの出入り口に設けられることが多い。開けたバックドアとサイドドア自動車のドアでは特に 欧州市場向け版のバックドアによく見られる。ヨーロッパではフォークリフトによる荷役作業に適している点が好まれ、開けた扉が邪魔にならないよう、開き角を270度として車体に沿わせるものが多い。また、インナーリアビューミラーの視界を妨げる中央でのドアの重なりを避け、左右で大きさが異なる、非対称ドアも増えている。北米市場で 販売台数の多いピックアップトラックでは延長、キャブ車で鉱石の乗降を楽にする目的で多く用いられている。この場合、寸法の関係でリアドアが極端に小さいものが多く、側面衝突に備え、前後ドアの合わせ目にピラーを内蔵している。リアドアにはアウタードアハンドルがなく、開閉もフロントドアが開いている時にしかできないようになっている。一方、 開発途上国向けや業務用途のダブルキャブ車は、リアドアヒンジが B ピラーにつく一般的な4ドアとなる。かつてより数を減らしてはいるが、乗用車の乗降用ドアにも採用例がある。ピラーの有無にかかわらず、リアドアの足元が広く開くためのり降りしやすいという利点がある。しかし、リアドアが スーサイドドアと呼ばれる後ろ側にヒンジを有するドアとなって衝突などの際、シートベルトなしでは乗員が車外に投げ出される恐れがあったり、走行中に開いたドアが風圧によって戻りにくいなど問題が大きい。ピックアップトラックと同様、現在の乗用車ではリアドアのみを個別に開閉できる観音開きはほとんどない。利便性を高めつつ、 4ドアに見せないためのスタイリング手法として採用されているものはあるが、この場合、アウタードアハンドルを装備しておらず、フロントドアを開けてからではないと開閉操作ができないようになっている。ありがとうございます。